キリスト教東方教会聖教会日本、ハリストス聖教会函館ハリストス聖教、回復活聖堂豊橋ハリストス聖教会聖、首都福音記者聖栄マトフェイ聖堂日本、ハリストス聖教会は、キリスト教の教会。自治独立が認められている、聖教会所属協会の一つである。ハリストスは、キリストの意。英語表記は、オーソドックスチャーチ・イン・ジャパンである。 通称、略称として、日本正教会とも呼ばれる。1970年以前、自治正教会となっていなかった頃にも、日本の正教会は、日本人正教徒を呼び、ロシア人正教徒から、日本正教会と呼ばれていた。正教会は一カ国に一つの教会組織を置くことが、原則だが、これら各国ごとの正教会が異なる教義を、信仰しているわけではなく、 同じ信仰を有している。19世紀後半に、ロシア聖教会の修道司再聖ニコライによって、聖教の教えがもたらされ、これがその後の日本ハリストス聖教会の設立に、つながった。聖ニコライによって混流されたニコライ堂函館の復活聖堂、豊橋の聖使と福音記者、マットフェイ聖堂は、国の重要文化財。本校では、 日本ハリストス聖教会で用いられている用語を断りなく用いることがある。日本ハリストス聖教会の信者は1万人ほどである。ほとんどの信者は日本人であるが、日本に在住する外国人信徒も都市部などでは見受けられる。2019年現在コンスタンチノープル総主協長と新聖ウクライナ聖教会を除く。 全世界の聖教会とフルコミニオンの関係にある自治聖教会である。これはロシア聖教会の決定に従ったものである。聖教会の教会機構図解東京大主教区、東日本主教区、西日本主教区の三主教区からなる。東京大主教座が同時に日本府主教座を兼ね、日本教会のいわば本山にあたる。二千十九年七月現在の 東京の大主教、全日本の副主教は、ダニール、主大イイクオ。仙台の大主教、東京の副主教は、セラフィム辻久し昇る。西日本の主教は全日本の副主教ダニール、主大イイクオが兼任している。日本ハリストス正教会は1970年以降、ロシア正教会の庇護下に、自治正教会の地位にある。これは同じく、 ロシア正教会の系列にある、ウクライナ正教会とほぼ同格とされる地位であり、主座主教たる、不主教の承認を、モスクワ総主教が行う他は、国内教会の指導、管轄につき、完全な自立、自治を行っており、財政面でもロシア正教会から完全に、独立している。方針例での祈祷文はごく一部の例外を除き、日本語である。 方針例においては、日本正教会約聖書という独自の翻訳聖書を用いる。新品のほとんどは日本人であり、日本の正教会はロシアから宣教されたにもかかわらず、その歴史の当初から現在に至るまで一貫して、ロシア人新品の数は少ない。教会の分布を見ると、日本正教会の早々期に仙台の人士が活躍したこともあって、 東北太平洋岸海運の拠点港である石巻の流通関連地域を中心とした旧仙台半領に多くの境界がある。また北関東の両毛地区にもやや密集地がある。全体的には東日本の太平洋側に多くの境界が分布しているが北は北海道、南は鹿児島に至るまで全国的にも展開している。 現在、堂な内し街道を持たない教会も含めて、日本全国に60余りの教会がある。東京都の駒込ともくろうとに、モスクワ総主協庁中日ポドボリエの聖堂があるが、これは、ロシア聖教会に直属するものであり、日本聖教会所属の教会ではない。中日、ポドボリエでは、ロシア系参道者が多いこともあり、方針例は、 教会スラブ語を中心に行われているが、若干の日本人信徒のために日本語の一部で用いられる。京都ハリストス正教改正信条福音堂カヌマハリストス正教会の聖堂内部、正面にこのスタシス。ロシア系正教会の伝統を継承しているため、日本正教会の聖堂内にはチョイスがほとんど使用されていない。身体障害等の事情がない限り、 聖教会の方針例は、復活を象徴する姿勢として立って行うことが基本であるためである。長椅子ではない椅子が若干数置いてあったり壁際に、長椅子がわずかに置かれていたりすることもあるが、多くは高齢者のためのものであり、参踏者が多く聖堂が混雑する際には、ほとんどが片付けられるか折りたたまれるかされることが多い。一方、 ギリシャ系正教会やアメリカの正教会には椅子や長椅子が置かれていることが多い聖堂。しかしこのような事例でも本格的なイコノスタシスが備えられていることが多いためにほとんどの場合で西法教会の内観とはかなり異なった情景を呈していることに注意が必要である。また長椅子が置いてある地域の教会であっても西法教会よりは 圧倒的に参道者が、規律姿勢を維持する時間は長い。稀に、ロシア系正教会、その流れを組む日本正教会の内観に、チョイストカトリック教会のような祭壇を設定し、西方教会と、ほとんど異ならない、情景描写を行う、各種映像、画像媒体があるが、こうした表現には、初歩的な交渉が欠けていると言える。 日本正教会やアメリカ正教会など、ロシア系の伝統を引く、正教会の制度を描写するに際しては、正法教会と大きく異なる内観を、多くの正教会の制度が有していることに留意して、交渉を行う必要がある。足と聖にこらい。パナギアを首から下げ、黒ブークをかぶり、リアサを着用している。明治時代の日本正教会は、 日本に正教を伝道したニコライ・カサート・キンに多くを追っている。くしくも、ニコライ・カサート・キンは、明治最後の年である明治45年に、英明しており、明治時代の日本正教会は常に、ニコライ・カサート・キンと共にあったことになる。伝道の基本方針と日本の状況当初から、ニコライは、日本人への伝道を志して、修道司祭となっており、活動を、 両時間付き司祭の枠に留める考えはなかった。ニコライは日本語を熱心に学び、日本人を対象とする布教を積極的に行った。派遣した19世紀後半、及び20世紀初頭の解明的なロシア、正教会上層部も、また同様の考えであり、在日ロシア人のための教会を建設するのではなく、日本人による、正教会を建てることが目指されることとなった。 この基本方針はその後のニコライの様々な行動に一貫している。日本語方針例に用いる現在の日本ハリストス正教会の姿は現地の言語を大事にする正教会の伝統とニコライや日本人伝業者ら伝道に携わった人々、機関の方針の延長線上に位置づけられるものであり、正教会の古代から近世に至るまでの伝統が 近現代において、身を結ぶ過程であったと言える。明治時代の日本における、西欧文明、近代化への学習熱を利用することのできた、キリスト教他教派に比べ、文明を学ぶ対象とはされていなかったロシアから来た、ニコライト、近代合理主義の影響の薄い正教会には、大きなハンデが課されており、本国ロシアの無理解から支援も滞りがちであったが、 伝道にあたってはニコライが育成した日本人信徒が主体となって教会を支え続けた。伝道の始めパウェル・サワベタクマ1868年、函館で3人の日本人が信徒になったのが初め。函館は当時外国人に公開されていた港の一つであり、定性ロシアの領事館が置かれていた。キリスト教はまだ禁止されていたが、 両時間の付属礼拝堂付けの司祭であるニコライを、沢部拓馬、坂井厚司令、浦野多蔵の三人が、秘密裏に訪れ、1868年、教理を学び洗礼を受けるに至った。最初の日本人信徒のうち、沢部拓馬は、ニコライの元を訪れた当初、異国の邪教を広めるものを起きろうとしていたようである。だが、ニコライの説有を聞き、 聖教の教えを受けるに及んで、聖教信仰を受け入れるに至った。この経緯を、使とパウロになぞらえて、パウェルの生命を与えられた。東京を拠点とした、強制拡大混流当初のニコライ道箱館で、しばらく宣教を行っていたが、東京での宣教を、絶望していたニコライは、後に、修道司祭、アナトリが箱館に着任すると、箱館をアナトリーに任せ。 状況。1872年に、神田駿河台の土地2300坪を買い、宣教の拠点とした。1874年5月には布教会議を東京で開催する。神田には、神学校を設けた。1880年にはニコライは主教に、助成され、ここからニコライは司、死祭タスク災を、ロシア正教会から派遣される主教を待たずに、 の武将することができるようになり、日本人新品増加の環境が整った。1891年には大聖堂を建設し、ここを布教の根拠とした。布教範囲は全国に及んだが、東北地方での浸透が著しい。ニコライは、日本の寺院の段下制度のような、一村丸ごとを回収させるという手法で、着実に布教を進めていった。 山下林出版事業に重きを置いたニコライにより各種祈祷書、聖歌府が日本語に活発に翻訳されていった。1882年に帰国したイリナ、山下林により各地の聖堂の遺魂が描かれていった。また、日本に着任していた修道司祭、アナトリーの大いでもあり、ピアノチェロの奏者でもあったヤコフチハイが同年頃に来日し、聖歌教師として、 聖火の普及に努めた。ヤコフ支配の弟子には、小原コーサブローイン三郎、陰野健妃、金水義幸新、正治十吉などがあり、ヤコフ支配とともに、聖火式、聖火府の翻訳、作曲に従事した。同時期に活躍した、聖火式者として、ティミトリー・リオフスキーがいる。聖教会は、急速に強制を拡大していった。明治時代、 ロシア人の電動従事者が少なかったことを考えれば、驚異的な選挙の成果であった。最盛期には100人を超えていた、日本人伝業者をはじめとする、日本人協約者が電動の核を担ってきたと、聖に古来は1910年に述べている。同時代のロシア人司祭からも1880年代の、ペテルブルク主教区選挙委員会総会で、日本での電動成果は、 日本人伝業者たちによるものであるとする報告がなされていた。明治中期以降、退路感情悪化の中で、大津事件に見られるように、日本の退路感情は悪化していく中、ロシア正教会から伝道された日本正教会も、また各地で迫害を受けることになる。大津事件の際、ニコライ主教は襲撃されたロシア皇太子をタスク、助くさい。 川村遺蔵を伴って見舞い、ロシア皇太子の対日感情の緩和に努め、この危機にあたって、日本と戦争しないようにくれぐれも父皇帝に伝えるよう願った。ニコライが、日本政府内に多くの知域を得ていたことと合わせて、このことは、ロシア人であるにもかかわらず、個人としてのニコライは、日本政府から概ね信頼を得る結果となった。しかしながら、 日本正教会全体の状況の厳しさは変わらなかった。日本人正教徒たちは各地でロシア帝国のスパイであるとの権威をかけられ、住居からの追放や神父への襲撃、破壊しや教会建物の破壊行為が各地で起こった。正教側は、正教はロシア先友の宗教ではなく世界の成功使徒教会であると主張していたが、世間からは、 呂京と誤解する向きが根強かった。1894年に、ギリシャ正教会のディオニシオス大主教が来日して、ニコライ主教と日本人信徒共に、方神霊を行ったことを、我が日本正教会信徒が、一堂のうちにて、同一の信仰を保ち、同一の方神霊を執行し、一の主なる神を賛美し、我が正教会の信仰と、方神霊とは、 ギリシャ聖教会のそれと同一であって、世界至るところの聖教会、聖にして大やけたる、使徒伝来のキリスト教会の一種であることを如実に、証明し得たと記し、聖教会がこうむっていた冤罪をすすぐべき、好機会であったと記した、超司祭、三井道郎の回想記の一節にも、当時の日本聖教会が置かれた状況が垣間見える。日露戦争から、 ニコライの晩年まで1904年に日露戦争開戦。この時ニコライは日本人信徒たちから婚生を受け在日ロシア人たちによる共に帰国することの勧めを断って日本に留まり苦難の下にあった日本人正教徒たちを激励し続けた。ニコライは内面では旅重なるロシア軍の惨敗の知らせと停滞する祖国。 ロシア帝国の姿に、自らの日記において、苦悩をとろし、ニコライ堂の方針例からも、主教義党から知りているが、それでもニコライは信徒たちには、諸君は、皇軍のために祈れと指導し、あくまで、日本人の指導者、日本の正教会の主教という姿を貫き通す、ことになる。他方、日本正教会は、ロシア人捕虜のケアを行い、 日本人のための日本政教会が日本人のためだけの日本政教会ではないことを行動で示した。だがニコライが個人的な信頼を日本政府内で得ていようと、そして日本政教会が日本政府と協力してロシア人捕虜のケアを行おうと、反ロ的な機運は日本政教会にも向けられていった。日比谷焼打ち事件の際には東京復活大聖堂と その関連施設もボートに襲撃されるところであり、あわや火をかけられるところであった。この時は、戒厳令のもとに出動した、この衛兵の護衛により、教会の各施設も、難を逃れた。こうした逆境にもかかわらず、1911年、ニコライが大主教に少女された年には、日本製教会の教制は、教会数265箇所。 信徒数3万1984名、新品数41名、聖火体指揮者15名、伝業者121名に達した。これは当時の日本にあってカトリック教会に次ぐ規模であった。明治最後の年、1912年に大主教、ニコライは英民76歳であった。この時、明治天皇から恩師の花輪が与えられた。 外国人宣教師の葬儀に際して、時の天皇から、花輪が与えられるのは、異例のことであった。シャリ・ハリストス聖教会の現在の街道である生、新庄福音街道の園庭。1912年に始まる、日本聖教会最北の教会である。現街道は1979年に建てられた。昭和時代は、 世界大戦との関連で日本の諸教会が苦難を経験しており日本正教会もその例外ではなかった。しかし日露戦争に代表される日露関係の悪化と日本における対露感情の悪化及び無心論を標榜するロシア革命の勃発そして母教会であるロシア正教会に大規模な弾圧を加えるソ連の成立は妥協派より 相対的に長い20世紀後半までの苦難という結果を日本正教会にもたらした。ロシア革命による混乱は日本正教会にとどまらず、ロシア正教会の影響下にあった世界中の正教会に及び、その残死は今も世界中の正教会の相互関係における課題を残している。このような苦難の時代を経つつも日本における正教信仰は 途絶えることはなかった。ロシア革命という激震の煽り、無心論を標榜するボリシェビキによって1917年にロシア革命が勃発し、ソ連が成立すると、1905年9月5日に締結されたポーツマス条約以降、数字にわたって更新されてきた、日露協約に見られる極めて短い日露協商の時代は終わりを告げた。これ以降、 1991年のソビエト連邦の崩壊に至るまで、日本正教会は反労感情のみならず、反共感情にもさらされていくことになる。正教会は、実際には、共産主義国家から大弾圧を受けている被害者であり、共産主義者はこぞって、正教会の更新性を批判しており、正教会に一切の行為を持っていなかったにもかかわらず、 日本正教会及びその関係者は、新羅イコール要教という荒ぬ権威をかけられて、しまうこととなった。この困難な時期に最初に直面したのは大主教、ニコライの後継者であったセルギー・チホミーロフ、主教であった。爆破され、崩れゆく、旧聖主ハリストス大聖堂ロシア正教会は、ソ連では大規模な弾圧を受けており、ソロベツキー諸島の修道院軍は、レーニンの命令で、 強制収容所に転用され、旧聖主ハリストス大聖堂は1931年にスターリンの命令でダイナマイト爆破された。日本聖教会の初代京都主教を務めたペルミの聖アンドロニクは生き埋めにされた上で銃殺されるという得意な地名を遂げたことで知られている。1921年から1923年にかけてだけで、 主教28人、最大司祭2691人、修道士1962人、修道所3447人、その他神と多数が処刑されたが、1918年から1930年にかけてみれば、およそ4万2000人の聖職者が殺され、1930年代にも3万から3万5000の司祭が銃殺もしくは投獄された。 1937年と1938年には52人の主教のうち40人が重殺された。これほどの弾圧がロシア正教会に加えられつつも日本におけるロシアソ連という通俗的観念は拭いがたいものがあり、共産主義政権による被害者である正教会が通俗的には、 共産主義者の仲間とみなされてしまうという極めて理不尽な状況が生まれた。また、ロシア革命以降、ロシア正教会は共産主義政権との対峙交渉及び自教会の維持のみで精一杯となり、他国の正教会を支援する余裕を失い、欧米をはじめとした各地の教会組織に混乱が起こった。他国に起こった、こうした事情は、 日本とても例外ではなく、母教会である、ロシア正教会からの日本正教会への財政的支援も消滅した。この時点での日本正教会は未だ財政的にすぐに自立できる状態にはなく、給与を支払うことができなくなった多くの伝業者を解雇せざるを得なくなり、強制は衰えた。一例として、アレクセイコーの次郎が熱心に支援し、その息子、 ペトル・コの通世が、長野在住時代に通っていた長野ハリストス正教、開復活街道が1921年に閉鎖されたことが挙げられる。なお、ロシア革命から日本に逃れてきた多くの、白系ロシア人が、日本製教会での信仰生活に加わり、教会によっては2009年現在に至るまで、一定の在日ロシア人系コミュニティを、教会内に形成している。 特に、東京のニコライ堂と、神戸ハリストス聖教会にその傾向が顕著である。関東大震災とニコライ堂の再建日露戦争、及び、ロシア革命の余震が、まだ大きく続く中、日本聖教会は1923年、関東大震災で、ニコライ堂が崩落し首都内のいくつかの聖堂も、失うという、極めて大きな打撃を被った。 関東大震災で三逸もしくは消失したとみられる資料も多く、その損失は計り知れない。なお、大震災の惨状については、ペトルコの通世によるニコライドーも含めたスケッチ、同版画が残されている。これほどの打撃にもかかわらず、セルギー・チホミーロフ大主教はよく、日本正教会を支え、1929年ニコライドーを再建した。再建には、 セルギー大主教の全国アンギャの会もあってか、千島から台湾に至るまでの信者たちからの多額の献金があり、これ以降、日本正教会が財政的に自立していく契機の一つとなった。この時、海外の正教会からも、ニコライ道の再建に対して多額の献金があったこと、国内においては信徒たち以外からも、 ニコライドの文化的価値に共鳴した、異教徒たちからの少なくない献金があったことが、セルギー・チホミーロフにより言及されている。現在に至る、再建されたニコライドの姿。崩落したドームは形状を変えて復興され、大震災時に高かった首労が倒壊して、ドームを破壊したことを鑑み、首労は低く抑えられている。また、 大震災時に火災が発生したことを反省し、もともと少なかった木造部分もほとんど石造に変更された。大聖堂の生成式には全国から信者や関係者が集まり、3000人以上が集まったと伝えられている。参加した協約者の数は、大主教セルギーとハルビンの主教ネストルを含み総勢39名であったと記録されている。 震災後の東京復興委員会代表となった中川望も式典に参加していたが、彼は聖教徒であった。また聖公会の主教ジョン・マキム博士も、再復着用の上で参加した。ロシア革命以降停滞を余儀なくされていた日本聖教会に対し、進学教育等の面で協力していたのは日本聖公会であった。20世紀前半、 日本正教会と日本正教会の間には比較的友好的な協力関係があった。両教会ともローマ教皇の教皇主意見に否定的でありつつ、ある程度伝統的な教会であるローマの不調とハノーバーサの遠赤関係等の要因により、世界的に正教会と正教会の合同への機運が高まっていたことも背景にあった。 戦後すぐの時期まで両教会の友好的関係は続いていく。しかしながら20世紀後半には世界的な両教会の合同の機運も消滅し、日本にあっても両教会の協力関係はその後継続せず、2019年現在では両教会の関係は特に深いものではない。母教会との関係と戦時下の法人主観者、問題1931年。 大主教セルギーは、不主教に少女された。だがこの頃から、日本正教会には、ある動揺が広がりつつあった。共産主義政権のもとで弾圧されその影響下にある、ロシア正教会の意志、決定の正当性及びその心眼に疑義を持つ、人々は少なくない中、モスクワ総主教長との連絡を立たない、不主教セルギーに対する疑問の声が上がりつつあった。 ソ連当局の監視下にあるモスクワ総主教庁との関係をめぐり、見解の際が教会内に生じて動揺が起こるといった現象は、西欧、米国をはじめとして、全世界的に各地政教会に、ほぼ例外なく見られたが、日本政教会もその例外ではなく、教会に亀裂が生じた。問題が複雑になったのには、国内の事情だけではなく、 在外ロシア製協会というソ連からの亡命ロシア人が中心になって結成した小さくない協会組織が1922年9月13日にセルビアのスレムスキカルロブツを中心に設立されモスクワとの対決姿勢を鮮明にしていたことにも起因していたセルギーフ主教最服を乾燥した姿でニコライ道内で撮影されていることからセルギーが 日本の主教くらいから知りく前、1940年9月より、前の写真と推定される。セルギー・チホミイロフ,フ主教は1929年の時点では、母国ロシアでの共産主義革命に深い嫌悪感を隠さず、隠し著述でも痛烈な言時で、全否定しているが、同時に、在外ロシア正教会の動向に対しても、文化的であるとして否定的であった。 また年を経るに従って、不主教セルギリは、ソ連の下で弾圧される、ロシア正教会の状況認識に、甘さを見せるようになった。ソ連当局による検閲を経て届くモスクは、総主教庁からの手紙の内容を鵜呑みにし、実際には、ソ連の下で激しく弾圧される、ロシア正教会が、正常な道を歩んでいるとまで述べた、弾圧の実情からかけ離れたものとなった。 不主教セルギーの認識の変化は、1931年には、セルギーの説教などにも現れて交換に知られるに、至った。こうしたセルギーの認識は亡命ロシア人には、到底受け入れられるものではなく、亡命ロシア人のみならず反共産主義の機運の、高かった、日本人信徒の間からも広範な反発が起きるに、至った。このような状況下で、日本政府から、 日本人主観者を選ぶよう圧力が高まった時、日本政教会は、こうすべくもなかった。この時代には、日本政教会のみならず国内すべての教会が、何らかの抑圧を受けており、この点でも日本政教会は、例外ではありえなかった。1940年、セルギー・チホミーロフフ主教は、引退を余儀なくされ、公認の人選をめぐって、右与曲折を経た後、 ニコライオのキイチ主教が日本政教会に着座した。それでも当局の監視は緩むことなく、恒例のセルギー・チホミーロフ・フ主教は1945年に特別高等警察に逮捕され拷問を受け、約1ヶ月拘留された。釈放後ほどなくして同年8月10日、終戦の数日前に、不主教セルギーは永民した。拷問による衰弱死だったと言われる。 74歳であった。11日に、遺骸は、ニコライ堂に安置され、2日後に埋葬式が行われた。牧島正造の憲兵隊との交渉により、軽井沢方面に居住していた在日ロシア人は、許可を得て参列することができた。その後、セルギーフ主教の遺骸は、谷中のニコライカサートキン大主教の墓の隣に埋葬された。 戦後から1970年まで、静岡ハリストス聖教会の生信女秘護制度の夜景。1959年春行。戦後すぐ、日本聖教会は、当局の圧力によって歪められた、教会秩序を正常化しようとしたが、容易ではなかった。GHQ から、日本聖教会は、ソ連の影響下にある、モスクワ総主教庁ではなく、後に、 アメリカ正教会に発展することになる北米メトロポリアと関係を持つよう指令されたからである。在外ロシア正教会と北米メトロポリアの間の関係も第二次世界大戦前後の時期にこじれており、在外ロシア正教会の下にあった主教に助成され、主教に着任したニコライオの主教の立場が微妙なものとなった。また、 それまであまり関係を持ってこなかった北米メトロポリアの指導下に入ることについても日本正教会に動揺が起こり、この経緯においてごく少数ではあったが、北米メトロポリアの指導下に入らず、モスクワ総主教庁の直接の管轄を受けるグループが形成された。全世界の正教会にとって頭の痛い存在であったソ連邦が存続していた。以上。 ソ連邦の影響下にあるロシア正教会との関係をめぐる諸問題は世界的に全正教会に共通したものであり、上述の通り戦後になっても日本正教会に安寧が訪れることはなかった。戦後すぐから1970年まで自らの管轄等の諸問題をめぐって日本正教会の動揺は大きく続く。この時代の日本正教会の混乱は 極めて大きく全国各地の聖教会に及んでおり、様相は二点三点にして複雑である。その全貌を公平な立場から俯瞰し記述することは、今なお極めて困難である。この間、日本には北米メトロポリアから主教が派遣されていた。このような状態にありながらも日本聖教会の方針例は継続され、新聖堂の混流。 新たな聖歌譜の出版などもなされるなど一部では依然として活発な教会活動も継続していたが日本国内の聖法教会が戦後すぐの頃から強制を大きく拡大していく中かつてカトリック教会に次ぐ強制を誇った聖教会は強制を拡大する機会を失い停滞を余儀なくされることとなったニコライ列生 自治協会成立現在1970年に、いたり、モスクワ総主協調と北米メトロポリア、そして日本製協会との間で合意が取り交わされ、北米メトロポリアは、アメリカ製協会として、独立協会となり、モスクワと関係を回復した上で、日本製協会は、自治協会となった。ニコライ・カサートキンはアシトとして劣勢された。この直前、 経緯説明のために、アレクサンドル・シュメーマン・神父が来日している。若干の混乱は未まだ続いていたものの、ここに、日本聖教会は、一応安定することとなった。ウラジュミル・ナゴスキーが、不主教、東京の大主教に、フェオドシー、長島新寺が、京都の主教に、セラフィム・シグリストが、仙台の主教に就任した。一方、モスクワの直接管轄下にあったグループは、 モスクワ総主教庁中日、ポドボリエに再編成された。ほどなくして、ウラジミル・ナゴスキーフ主教が引退すると、フェオドシー・長島真嗣が、不主教に就任長く日本正教会の指導に当たったことにフェオドシー・長島不主教の下で、日本政教会は長らく懸案であった、財政基盤を安定的なものとすることに一定程度成功し、 自治協会にふさわしい内実が整えられていった。細々と続いていた出版活動も拡大が図られ、自家業、大時第一週間法事式略等の再発行、手術法事式、徹夜等、書政略伝の発行等が日本政協会内部向けに行われ、外部向けには長子祭高橋康行、高井久夫、川又一英などにより活発な著述活動が行われた。 日本聖教会の歴史については、長子祭、牛丸康尾が教団内の研究、資料整理に大きな役割を果たした。フェオドシーフ主教の英民の後、2000年5月、モスクワ総主教アレクシー二世が来日。モスクワ総主教の訪日は、歴史上初めてのものである。アレクシー二世は、函館、東京、京都を訪れている。アレクシー二世は、京都では、 京都聖教会のほか、二条城も訪れた。東京では秋人天皇と会談。東京復活大聖堂では、アレクシー二世、司党の下、ダニール、主代クオの不主教戦慄式及び、主座主教着座式が挙行された。着座式には、アレクシー二世総主教とダニール主大不主教の他に、ロシア聖教会の主教二人、アメリカ聖教会の主教二人、 日本政教会の主教一人も参加した。東京の大主教及び全日本の副主教、ダニール主大は、西日本の主教を兼任している。現在、ダニール主不主教の下で、伝道活動の復興が図られている。特に、ダニール主不主教は毎週日曜日に、自らの執筆によるトラクトを配布し、数々のブックレットを発行するなどして、 聖教会の精神性についての啓発に力を入れている。代表的なものに、聖神入門、聖リオニシオス、聖マキシム、神神学者、シメオン、聖死父の心の歩みがある。モスクワ総主教庁の直接の管轄下にあって、日本聖教会と微妙な関係にあった、モスクワ総主教庁中日、ポドボリエとの関係は、ソビエト連邦の崩壊後、 フェオドシー・長島府主教によって、ポドボリエの聖堂が、正規をしされるほどにまで関係が改善した。ダニール・主大育府主教に、日本聖教会の主座主教が変わり、モスクワ総主教庁中日ポドボリエ管轄下にある、修道院で、ダニール府主教も参加した、聖体礼儀が行われ、2008年9月12日には、メグロの新聖堂である。 マサヨシトク大公、アレクサンドルメフスキー堂の生成式には、不主教シュダニール、主大育をも参加した。1970年以降の他聖教会との交流年表をこの年表に示したもの以外にも、特に母教会である、ロシア聖教会を中心に交流が行われている。東京復活大聖堂協会の成立主の交担聖堂。 明治の宣教拡大期から東京にはいくつかの教会が置かれていたが、明治時代から大正時代、昭和初期にかけて、様々な教会が設立されたり、党海合が行われたりするなどしていた。これらの各教会は、関東大震災や戦災による混乱も伴った、右予曲折を経た後、都内の教会は、杉並に現存する山手ハリストス制教会の他は、 ニコライ道、東京復活大聖堂を中心に連合した。ただし本格的な組織的統合は1974年に至ってからであり、この年、都内5つの教会が統合されて、中央教会が発足した。中央教会は1983年には、東京復活大聖堂教会と名称を変え、現在に至っている。2004年には、 東京復活大聖堂教会創立30周年記念式典が取り行われた。宣教師、ニコライの全日記観光足と大主教聖ニコライとして劣勢されたニコライカサート金について、その日記が存在していたことそのものは、日本聖教会の内部にも知られていたものの、おそらく関東大震災で散逸し、失われたものと思われていた。 ところが1979年9月、中村健之介により、レニングラードの中央国立歴史古文書館に、保管されていた聖ニコライの日記のすべてが発見された。2007年7月20日、日本語の全訳版が、教文館より出版された。この出版にあたっては、日本財団から助成もなされた。全国を暗挙していた聖ニコライによる詳細な日記の記述は、 日本正教会史に新たな一級資料を提供するのみならず、全国各地を訪れた聖ニコライによって観察された各地の収束についての貴重な記録となるものでもあると評価されている。1916年の函館ハリストス正教会の再建の際に設計監督に当たったのはタスク祭として日本正教会に奉職していたモイセ河村伊造である。 河村は、豊橋ハリストス聖教会の設計監督にも当たった。モイセイ、河村の息子である内井進は、建築を本業とし、カンナリハリストス聖教会と、小田原ハリストス聖教会の両聖堂、及び、ニコライ堂のイコノスタスの設計に関わっている。内井進の息子である、ガウリール内衣装像も建築家であり、正教のクリスチャンである。皇居。 吹上げ御苑の新御所、世田谷美術館、浦添市美術館などを手掛けた。著書、ロシアビザンチム黄金の館を訪ねては、建築家としての視点と、聖教徒としての視点の両方から、黄金の館、キエフサンクトペテルブルクに存在する、主に聖教会の聖堂を中心として、ロシア建築を外観していくという珍しい書き物である。埋葬式は、 ニコライドーで盛大に行われた。英民のほぼ直前の時期に、ニコライドーのイコノスタスに、新品の遺コを堅納している。近年、日本のキリスト教諸教団が、安国問題や憲法問題など、政治運動に熱心に取り組んでいる中、新都個人としては、大井健太郎、のぼり庶務など政治に携わった者がいたものの、日本ハリストス政教会は、 他の諸教団とは一線を画して、正教会という団体としては、政治運動と一切関わりを持っていない。これについては、政治的中立性を保っているという評価から、体制従属的であるという批判まで様々である。ちなみに、体制従属的であるという批判の声が上がる、一因として、天皇と異勢者のための祈りがあるが、この祈りは、 新約聖書の中の手モテへの手紙一第二章の願いと祈りと取りなしと感謝をすべての人々のために捧げなさい。王たちやすべての交換のためにも捧げなさいという記述に基づくものとされる。諸外国の聖教会では君主や異性者への祈りを捧げることは珍しくない。イギリスの聖教会では女王のために祈りを捧げ、またアメリカ合衆国では 大統領と全軍のために祈りを捧げることで、君主や、異性者、国軍が暴走をせず国民の平和と安寧秩序のためになるようにとの願いを常に込めているとされる。日本ハリストス制教会による天皇と異性者への祈りも同様の意義を持つ。また、現日本国憲法下において、天皇の地位が日本国民の統合の象徴であることから、天皇への祈りはすなわち、 日本国民全体への聖なる祈りであるとの意味合いも込められているとされる。ローマ帝国時代からオスマン帝国、ソビエト連邦において迫害を受けていた時期にも敵を愛し迫害する者のために祈れの実践として異教徒である異性者のための祈りを正教会は言ってきたのであり、この観点から敵のための祈りの実践であるとの見解もある。なお、 モスクワ総主教庁が管轄している、ロシア人、ウクライナ人などの信徒が大多数である、駒込のロシア正教会モスクワ総主教庁中日、ポドボリエでも、連邦などで、ロシアの国のための祈りのみならず、日本の天皇のための祈りが行われている。その国の象徴、元首のために祈るのは、民族主義的な色彩や、 大政言合では説明できない伝統であることが示されている。この他に、海外の軍隊では、政教の従軍司祭も存在する。日本政教会は党を反映し、独特の翻訳、用語体系を作り上げるに至った。聖書翻訳のみならず、祈祷書翻訳についても、同様の体系が作り上げられている。日本政教会においては、当然のことながら、 日本の法規制を受ける。その一つが、死んだ信者の亡骸の扱いである。本来キリスト教においては、信者の亡骸は、将来の復活に備えどそうとすることが基本とされ、ロシア正教ではそのことがより厳密に求められている。しかし、日本は、国土が、狭く、なおかつ気候条件から、亡骸が不乱しやすいため、墓地埋葬法や、これに基づく、 自治体の条例により、ほとんどの地域で、泣き殻は焼いて骨だけにしなければならなくなっている。このため、日本正教会では、仮葬もやむなしとしており、仮装する場合であっても、葬儀を埋葬式として扱っている。近年では、2009年に、癌で死去した歌手の、河村香織が、この事例に該当。ありがとうございます。